いかちい名前。おお、幼稚園にこのドワイトめっちゃいいやん。お父さんやん。あと、あの、最近もう口聞いてくれなくなった娘があれです。ほら、有能だよ。ありがとう。おい、ちょっと待って。うわ、最悪やな、これ。お、意外と？よかった、発電機触ってもうたから、もう音でバレて。寄ってくると思ったけど、部活はもうやめたんか。またこの前まだ先生来てたよ。あ、お前が、お前の人生やから、まあもうええけど。だから連絡はした方がええとは思うけどな。あ、こら待ちなさいっていうような、まあ、前段階がありまして。ありまして。どこや？わあ！招待状欲しい、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 招待状欲しい。ええ、取っちゃった、取っちゃった。やばい、ここで切られたら、ここで切られたらみんなの場所がバレる。そこでこれですよ。お、やった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 。うまいこと言った。はい。何にもないとこ来てまーす。見てください、何にもないとこでーす。なんやね、娘の友達かこいつ。こんなんと付き合ってんのか、うちの娘は。お父さん切られたぞ。はあ、背中をだぞ。ありがとう。ここや。あれ？ああ、そうか。不安を煽るものか。どこで倒れてるか見えへんと思った。まあまあ有能の証明で。ゲイ。さてと、あは、なんか前の方になんか見えたな。あのおじさん救助いけるんかな。いやでも多分今場所バレてるタイムやな。何にしろ救助は行ってもらうしかない。今娘が釣られてんの無理なのか。おお、ナイス、素晴らしい。あと2台か。これつけきるかどうかはちょっと悩むとこやけど、触るだけ触っとこう。地下のやつがついてて、地下のやつがついて、そこのやつもついてるから、これは残した方が良さそうやな。うん、やばいやばい。この発電機はな、つけるつもりじゃないんや、お父さん。これもうやめとこうと思ってんねん。ここはあかんぞ。それつけるとな、偏るんや。分かってくれ。あかん、母さん、あいつも
俺の話聞きゃせえ。はーい。なんてことや。つけてもうた。ついとる。あ、違う、ついてないわ。あ、でもまあまあ、こんだけ角のやつが残ってるんやったら大丈夫か。あいつに一人だけもう怪我も治しちゃっても。そこにトーテムがありますと。血族か。まあ見えやせえへんねんけど。我々不安に煽られてるから。娘この先どうなるんやろ。ゲートが近すぎるな。一回離れるか。あそこで二人ダウンさせられたらもうえらいことや。心音ずっと来てるなこれ。俺レッドハード、ああ拾おうか、危な、よし、やばい、娘が終わると。こんな時に助けに行けんで何が父親。今行くぞ。わあ、このことを守らんでええと思ってる親がおるか。なあ、いけ。何、娘よ。ゲート、ここか。とりあえず怪我を治しましょう。そう、まだデッドハードでももう一回壁には慣れたが。やばい、追われてる。これはもう行ってくれ。俺は娘の友達を。あ、直して。デッドハードでワンチャン。どうする、これデッドハードも生かしてやるしかないな。娘の友達どこ行った。出て行っている。いや、これ救助したら間に合わんかも。いや、いけ、強い、でんかった、デッドハード。出口分かってるか。よし、お前さえ大丈夫やったらそれでええんや。あまりの眩しすぎる愛を見せつけられて泣いてたやん。あうあうって。ああ。ちょっとは父親らしいことできたかな。なんていいゲームや。ナイフで切りつけてくるあの娘の友達も最後泣いてたもん。泣くんやったら切るなよ。パパありがとう。あいつパパって久しぶりに呼んでくれたな。お前とかジジイとか言われとったのに。まあ後悔するやろうけどね、しばらくはね。私があんなことしたから、パパが。
あげとこ。死んだと思ってたお父さんが生きてた縁や。ただ、あげてた。腰につけてるそのキーホルダー。私が子供の頃。で、娘もっとくれてたみたいな。命がけで助けた娘、再度全剃り頭になってた。泣いてまうわ、そんな。